こんばんは、6時のニュースをお伝えします。山形県酒田市の天ぷら屋で4日、アルバイトの女性がやらかしました。やらかしたのはアルバイトの清水優香さん19歳。清水さんは4日午後1時ごろ、店も混雑していたため厨房で店長の手伝いをしていた模様。すると店長からキスをくれと頼まれたと思う。なぜこの状況でキスという疑問を抱きながらも、清水さんは店長に対して投げキスをすると、魚のキスだよ、何やってんだよと怒られました。そうです、清水さんは唇のキスと魚のキスを勘違いしてしまったんです。これには他の従業員も思わず笑ってしまったとのことです。その後の調べによりますと、清水さんは私も魚と一緒にあげられたいと、語っていたとのことです。続いてはお天気です。さくらアナお願いします。はい、お伝えします。今日も全国各地で厳しい暑さとなりました。先週から6日連続で真夏日を記録しており、8月中旬並みの気温が続いております。そしてこちらご覧の通り、積乱雲が発生しているのが分かります。この積乱雲の発生により至る所でゲリラ豪雨の被害が起きています。さらに雷が発生し、こちら落雷が起きる可能性も。何このさっきからこの飛行機。すいません。落雷が起きる可能性もあります。ゲリラ豪雨が発生した場合はなるべく外に。何さっきからこのいやらしい飛行機。また来た。待って、これどんどん来ちゃう、また来た。もう止まらない、やらしい飛行機、いけない子。どんどん来ちゃう。はい、すいません、天気予報中にちょっとしたトラブルが、とにかくですね、ゲリラ豪雨が発生する可能性が高いので、皆さん気をつけてください。